富山都市鉄道は、大韓民国富山広域市と周辺部の継承、南道近海市、遼山市、ウルサン広域市で建設、運営されている都市鉄道、地下鉄の路線も、ソウル特別市周辺の首都圏電鉄に相当するが、概念やシステムは完全には一致しない。富山交通公社による地下鉄、新交通システム路線の他に、 富山近海系電鉄や法的には広域鉄道の適用外だが既存都市鉄道との共通運賃を採用している韓国鉄道公社による広域電鉄区間も総称している詳細は以下の事業者路線記事を参照のこと1985年に1号線が開通して移行富山市内で拡張を続け2008年には2号線が 市外の京商南道両山市まで延伸された。2011年までは、富山交通公社の路線のみだったが、その後富山近海系電鉄や韓国鉄道公社の路線も開業し、複数の事業者で構成されるようになった。今後は、複線電鉄化の進捗で、ウルサン広域市にもネットワークが拡大する。他社直通運転を行っていないため、18メートル、 3ドアの1号線線形、十八18メートル4ドアの2号線、2線形と3号線3000線10メートル2ドアの4号線、4線形、十三13メートル2ドアの線形、東海線38万線形は、首都圏用のものとほぼ共通の20メートル4ドア車と、ロングシートであること以外は、首都圏電鉄ほどの共通性はない。ここでは、鉄道路線同士のみ記載するが、 交通カード使用時は、富山市内の一般バス、急行バスやカールを除いては、近海、両山両市のバスと最大3乗車で乗り継ぎ運賃が適用される。上記の通りた車線をまたぐ場合でも首都圏電鉄のような通算運賃ではない。交通公社とカールは距離による2段階運賃だが、富山近海系電鉄は、キロ制ではなく、ゾーン制で同一、または、 隣接倉庫間は1区運賃、中心区をまたいで増音を超えるときは2区運賃となる。交通カード仕様で大人1人がカール2区運賃区間と交通公社路線2区運賃区間で乗り継いだ場合、先に乗車した方で1500ウォン、2社目で200ウォンの計1700ウォンとなる。ありがとうございます。